ジョアンナ・コンタは、オーストラリア・シドニー出身で、イギリスの女子プロテニス選手。2016年の全豪オープンと2017年のウィンブルドン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝を挙げている。身長180センチメートル、体重70キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。WTA ランキング最高位は、 シングルス4位、ダブルス88位。ハンガリー系移民で、ホテル経営者の父と司会の母の間に生まれ、8歳からテニスを始める。2008年に、プロに転校。2012年に国籍をイギリスに変更し、2012年ウィンブルドン選手権に、主催者推薦で4大大会に初出場した。1回戦で、クリスティナ・マクヘールに7から6、2から6。 8から10で競り負けた。全米オープンでは予選を勝ち上がり1回戦で、ティメアバボシを6から2、7から5で破り、初戦を突破した。2015年6月の英語の国際では2回戦で、当時8位のエカテリーナ・マカロワを6から2、6から4で破り始めて、トップ10選手に勝利した。全米オープンでは、予選から勝ち上がり2回戦で、カルビネ・ムグルサを7から6、6から7、 6から2で破った。試合時間は3時間23分で全米オープン女子シングルス最長試合となった。3回戦では第18シードのアンドレア・ペトコビッチを7から6、6から3で破り4回戦に進出した。4回戦で第5シードのペトラ・クビトバに5から7、3から6で破れた。2016年全豪オープンでは1回戦で。 第8シードのビーナス・ウィリアムズを6から4、6から2で破る主君を挙げた。勢いに乗り4大大会初のベスト8に進出した。準々決勝では超卒に6から4、6から1で勝利し、イギリス女子選手としては1983年、全米オープンのジョー・デュリー以来となる33年ぶりの4大大会シングルベスト4進出の快挙であった。 準決勝では優勝したアンゲリック・ケルバーに5から7、2から6で敗れた。2016年7月のスタンフォード大会でツアー初の決勝に進出した。決勝ではビーナス・ウィリアムズを7、5、5、7、6、2で破り初優勝を果たした。8月のリオオリンで初めてオリンピックに出場し、シングルスでベスト8に進出、準々決勝でアンゲリック・ケルバーに1から6。 二から六で敗れた。十月のチャイナオープンで、今季二度目の決勝進出。決勝で、アグニエシュからドワンスカに四から六、二から六で敗れ、準優勝となった。大会後のランキングで九位となり、トップ十位を果たす。その後、スベトラーナ・クズネッツォワに逆転されて、WTA ファイナル初出場はならなかったが、WTA アワードの最も上達した、選手賞を受賞している。 2017年は1月のシドニー国際でツアー2勝目を挙げる。3月のマイアミオープンで今季2度目の決勝進出。決勝でキャロラインをズニアッキに6から4、6から3で勝利し、プレミアマンダトリー初優勝を果たす。ウィンブルドンでは準々決勝でシモナ・ハレプを6から7、7から6、6から4で破り、英国女子としては1978年。 バージニアウェード以来39年ぶりにベスト4に進出した。準決勝では、ビーナス・ウィリアムズに4から6、2から6で敗れた。大会後の世界ランキングで、自己最高の4位となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。